カイル・ハリス東岡は、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ郡ハンティントン、ビーチ出身のプロ野球選手。右投右打ち。MLB ニューヨークヤンキース所属。愛称はヒギー。2015年7月16日2008年の MLB ドラフト7巡目で、ニューヨークヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、傘下のルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキースで、プロデビュー。18試合に出場して打率 261.1 本塁打、3打点の成績を残した。2009年は A-9 スタテンアイランドヤンキースでプレーし、60試合に出場して打率 253.2 本塁打、32打点の成績を残した。2010年は A 級チャールストンリバードッグスでプレーし、90試合に出場して打率 225.6 本塁打、24打点の成績を残した。2011年はA 級チャールストンと A 級タンパヤンキースでプレーし、2球団合計で82試合に出場して打率 231.8 本塁打、29打点、1盗塁の成績を残した。2012年は A 級タンパと AA 級トレントンサンダーでプレーし、2球団合計で44試合に出場して打率 170.6 本塁打、23打点、1盗塁の成績を残した。2013年は AA 級トレントンで7試合、2014年はルーキー級ガルフコーストリーグヤンキースと A 級タンパの2球団合計で17試合と出場機会が少なくなっているが、この頃はトミー・ジョン手術や親指の骨折で故障とそのリハビリに費やしていた。2014年オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2015年は A 級タンパとトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーし、2球団合計で93試合に出場して打率 250.5 本塁打、37打点の成績を残した。2016年は AA 級トレントンとトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリでプレーし、2球団合計で102試合に出場して打率 276.21 本塁打、81打点の成績を残した。オフの11月5日に40人枠入りした。2017年はマイナーオプションでトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリで開幕を迎える。2017年4月8日にゲイリー・サンチェスが右上腕二頭筋を痛めて故障者リスト入りしたためメジャー初昇格を果たした。4月10日のタンパベイレイズ戦の9回表からマスクをかぶってメジャーデビュー。5月5日にサンチェスの故障者リストからの復帰に伴いトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリに降格した。6月16日に再昇格したが、6月18日にアロルディス・チャップマンの故障者リストからの復帰によりトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリに降格した。この年メジャーでは9試合に出場して18打数。無安打だった。2018年はトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリで開幕を迎える。6月27日に故障者リストにサンチェスが入ったため、控え捕手としてメジャーに昇格した。7月1日のボストンレッドソックス戦でデビッド・プライスからメジャーでの初安打となる本塁打を放ち、デビューしてから22打数無安打だった記録は止まることとなった。7月3日には2安打目となる本塁打、7月4日には3安打目となる本塁打を打ち、初安打から3安打目をすべて本塁打にした選手は1920年から数えて9人目だった。2018年の成績は72打数で打率、167、出塁率、241、長打率、319だった。2019年は18試合で打率、214、3本塁打、11打点だった。マイナーでは70試合で20本塁打、56打点を記録。2020年は9月からエースのゲリット・コールの専属捕手を務め、9月16日のトロントブルージェイズ戦では3本塁打を記録した。1試合3本塁打は、ヤンキース史上24人目で、打順が9番の打者としては、初めてだった。ディビジョンシリーズでは、不振のサンチェスに代わり5試合中4試合で、先発マスクをかぶった。2021年は、出場機会を大幅に増やし、5月19日のテキサスレンジャーズ戦で、コーリー・クルーバーが球団22年ぶりのノーヒットノーランを達成した際に捕手を務めた。日系アメリカ人4世であり、2017年より父親の勧めもあって、同僚の田中将大や同投手の日本人通訳を勉強相手にして日本語を習得中。東岡本人は文化の仕組みはすべてアメリカのものとは全然違う。田中と他のアメリカ人との違いを理解するってクールだよ。とても面白いし、興味があると語っている。田中と一緒に焼肉を食べに行ったこともあり、田中がヤンキースを退団した際には、ローマ字で、今日私は悲しいです。お疲れ様でした田中さんあなたは私の一番友達、と、泣き顔の絵文字入りでツイートした。好きな日本食は親子丼。ありがとうございます。